サメが妊娠したんだ。はい。俺ヒサメと結婚することにした。頼む、ここで同居させてくれ。私はクルミ。夫に先立たれてから息子のエンジと二人で暮らしていた。そこへいきなり妊娠しているヒサメさんも同居することになった。ヒサメさん調子はどう？ずっと船酔い気分で最悪。横になってます。洗濯物お願いします。あとご飯作る時の匂いで吐き気がひどくなるんでお任せします。しょうがないわね。ヒサメさんはご両親がいない。突然すぎるできちゃった結婚には驚いたけど、孫の誕生は楽しみでもある。家事を一切しないのは気がかりだけど。気持ち悪い。妊娠中の体調不良の辛さは本人にしかわからないものね。そうめんなら食べられるかしら。多分。お母さんありがとうございます。そして、はあ、かわいい。空ママですよ。俺の娘だから美人になるな。一生結婚しなくてもいいぞ。ヒサメも頑張って産んでくれてありがとな。退院してからちゃんとやっていけるかな。大丈夫だろう。困った時は母さんにアドバイスもらえるし。というやり取りがあったことを知らない私は、退院を心待ちにしながら環境を整えていた。そしてヒサメちゃんと赤ちゃんが退院してきた後、そこからが地獄の始まりだった。お母さん、ミルクお願いします。私まだ体を起こすのが辛くて。私があげてもいいの？お任せします。どうしたのかしら。お母さん、空の様子見てもらえますか。起き上がろうとすると腰痛がひどくて。サラちゃん、どうしたのかな。おむつが汚れて気持ち悪いのかな。ヒサメさん、空ちゃんが泣き止まないみたいだけど大丈夫？ヒサメさん起きて。空ちゃんお腹空いてるんじゃないの。ああ、お母さん、ミルクやっててください。まあこんな感じで、私ヒサメさんとうまくやっていけるのかしら。くるみは面倒見が良すぎるんじゃないか。ヒサメさんがご両親もいなくて初めての子育てだと思うと助けてあげたくなっちゃうのよね。孫の顔を見せてくれたのは嬉しいし。子供が成人して次は孫育てか。大変だな。そうなのよ。近所で民宿を営む腐れ縁の飲み友達柳、彼と話をしている時だけが私の休息時間だ。ヒサメさんは産後3ヶ月経っても。ヒサメさん、今日は天気がいいからお布団干したら。ありがとうございます。お願いします。はい。そらちゃんの洗濯物溜まってきてるわね。洗濯機開いてるけど使う？ありがとうございます。助かります。はい。今夜は町内会があるから夕飯の準備をお願いできる？私はお弁当で構いませんよ。ずっとこの調子で我が家にいるときはほぼ全ての家事を丸投げ。そんなこんなであっという間にそらちゃんは生後8ヶ月になった。エンジン、そらのことお風呂に入れて。お前、自分で入れる気ないのかよ。まだ動くと体中が痛いのよ。腰痛もひどいままだし、日中はずっと私が世話してるんだからお風呂くらい入れてよ。世話というより抱っこだけして猫可愛がりしてるだけじゃないの。今日はそらがずりばいをしてたくさん動き回ってたの。目が離せなくて何もできなかったわ。洗濯物、はい、そらちゃんご飯ね。目が離せなくて。分かったよ。あ、お母さん、私明日と明後日は友達とランチの約束があるので、そらのことお願いします。また？あなた、この前も遊びに行ってたじゃない。一人で出歩きすぎよ。母親は気分転換もしちゃダメなんですか。映画見に行ったり美容院に行ったり友達と会ったりするなって言うんですか。それが頻繁じゃなければ私だって何も言いません。気分転換も大切だと思うけど、私はそろそろ家事もしてほしいわ。主婦って二人もいります？はあ、だってここはもともとお母さんの家です。私が出しゃばっていろいろするとお母さんが不快な思いをするんじゃないかって思うから遠慮してるんです。あれで遠慮？私がいるときはほとんど何もしてないわよね。ひどい。私が母親としての役目を果たしてないとでも言うんですか。お世話の比率7対3くらいなんですけど。だいたいお母さんも悪いんですよ。私にどうしてほしいかきちんと言ってくれなかったじゃないですか。何を言ってもヒサメさんがお願いします、はいで済ませてきたんでしょ。そうでしたっけ。ヒサメさんは私が何でもしてくれるのが当たり前だと思っている節がある。ソラちゃんは可愛いけど、私は母親じゃないのよ。それにしたってメンタル強すぎでしょ。はーい、はーい、はーい、うっ、ソラ落ちたの？大丈夫？ソラちゃん、お母さん、どうしてソラから目を離すんですか。何かあってからじゃ遅いんですよ。何騒いでるんだよ。近所に丸聞こえだぞ。お母さんが空を見ていてくれなかったせいで縁側から落ちたの。母さんは洗濯物干してたみたいだけど、ヒサメは何してたんだよ。私はスマホ見てた。外にいる母さんじゃなくて、同じ部屋にいたヒサメが空を見るべきだったんじゃないか。だっていつもお母さんが見てくれるから。もっとしっかりしろよ。私が悪いのよ。ほら、お母さんも自分で言ってるじゃない。いや、どう考えても。ごめんね、ソラちゃん、びっくりしたよね。おでこ痛かったね。私がいろいろと世話を焼きすぎたのがいけなかったのよ。新婚生活を邪魔して悪かったわね。翌日。お母さん、
おかしいな、お母さんがいたらすぐになだめてくれるのに。もう疲れました。これからは夫婦で頑張ってください。ソラちゃんのお世話で困ったらこれを参考にしてみてください。さようなら。ジー、お母さんが家出しちゃった。母さんから伝言、夫婦二人で頑張れだってさ。そんな俺仕事あるから行くわ。民宿海柳、ようこそお越しくださいました。いやー、ちょうど人手が足りなくて困ってたんだ。助かるよ。私もまさか50代で再就職先が見つかるなんて思わなかったわ。住むところにお給料まで、申し訳ないわ。元は住み込みのために用意してた部屋だ。もう誰も使ってないから自由に使ってくれ。でもそうだな、だったら今夜は一杯付き合ってくれるか。10年前に釣り合いをなくしてからずっと一人だけでわびしかったんだ。いいわね、集合対決しましょう。つまみはホタテでな。ホタテ大好き。一方で、あれ本当に母親なのかしら。赤ちゃんずっと泣いてるわよね。まさか誘拐。違います、人見知りがひどいだけです。バイ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 。ソラママもう片付けられない。ダメダメ、泣きたいのはこっちよ。お母さん帰ってきてください。と泣きながら訴えられたけど、私は帰らない。ソラちゃんはママがいるのに私のことを探し回って泣いているらしい。バーバはちょっと嬉しいけど、子育ては親が中心になってやらないとね。少しは綺麗にしろよ。お母さんみたいにできないのよ。これ以上どうしろって言うのよ。何もしないでサボってきたつけだろ。私だって頑張ってるの。トラは私がいてもお母さんのことばっかり探そうとするし、エイジには寄っていくのに私には寄ってきてくれないし。そりゃ風呂も入れない、飯も他人任せでやらない、寝かしつけもしないの。ないない尽くしだったのに子供がいきなり懐くわけねえわな。私母親としてスラに求められたい。今さら遅いかもしれないけど。じゃあ今から頑張ればいい。自分が悪かったことに気づけただけ大進歩だよ。母さんはもう帰ってこないんだ。空の母親はお前だけだろ。うう、空、ママはここよ。いや、久美さんが空からの信頼を得られるのはまだまだ先みたい。うん、トルミ準備できたか。準備 OK よ。よし、それじゃあ新婚旅行に出発だ。わいはー。私は柳と再婚した。これからは自分のセカンドライフを楽しまなくっちゃね。